ミュージック BB と人気スマホゲームアズールレーンがコラボレーション。まずは30秒でアズールレーンについてご説明。それではスタート。株式会社ヨースターが運営する観戦擬似化シューティングスマホゲーム。2018年11月時点で登録者数600万、コミック小説アニメ化決定など各メディアへも進出。これが君の望んでいるロマンをキャッチコピーに、ミカサや長門など歴史ある観戦が可愛い女の子として登場。お気に入りのキャラクターを入手し、共に大海原を駆け巡ろう。私アイラが可愛いと思う女の子のキャラクターのタイプは優等生で美少女でスタイルが良くって、あと黒髪ロングマストですね。あーまた自分の話になっちゃった。お気に入りの子がきっと見つかる注目スマホゲームです。ということでこちらの方にゲームをご紹介していただきます。アズールレーンを運営しておりますヨースターで広報 PR を担当しております運営 M です。よろしくお願いします。今回はですね、アズールレーンの魅力の一つとも言える結婚システム。そう、アズールレーンは好きなあの子と結婚ができちゃうんです。そのシステムについてご紹介したいと思います。そして今回は一人じゃない、この方をお呼びしております。今回運営 M さんと一緒に紹介してくれるのはアズレンの人気キャラクターの声を担当する声優太一陽さん。太一さんをお迎えしてアズールレンの結婚についてご紹介します。結婚システムとはユーザーへの好感度を100まで上げることで可能となるキャラクターイベント。お気に入りの観戦で戦闘を重ねて好感度を上げ、アイテム誓いの指輪を入手し捧げることによって結婚が成立。キャラクターによっては結婚専用衣装を見ることができるなどの特典があるんです。今回せっかく太一さんに来てもらっているので、はい、うんうん、お願いが一つありまして。何でしょう。太一さん演じるロドニーの、うんうん、と太一さんの手で結婚していただきたいなと。私がロドニーと結婚やった、よろしくお願いします。ぜひ。ありがとうございます。嬉しい、はい、これで確定ですね、はい、自分の声と結婚するぞ贅沢な遊びみたいになってる。いやすごい。あ、なんかお結婚式場に結婚ボイスがあるんですよね、これね。そうなんです。はあ、指輪を、はい、専属官に。あ、ついに私は既婚者に。どうしよう、いきます。あー、毎日が記念日です。こんな夢。そうなんです。それで結婚すると結婚用のボイスも撮っていただいたのが。そうですね、これで結婚の儀が完了というところで。いやさらにちょっとアズールレーンは、うんうん、何人とも結婚できるシステムになってますので。あれなんだってせっかくなので、太一さんが演じる綾波、9月に新しい花嫁衣装を、うんうん、そうですよね、可愛い衣装をされたので、うんうん、せっかくなのでちょっとこの番組のためにオリジナル結婚ボイスをちょっとお願い。あ、そうか、私がやんなきゃいけないんだセリフを考えますんで。あ、じゃあちょっとせっかくなんで一緒に考えますか。ありがとうございます、ね、一緒に考えましょうよ。ということでお二人で綾波のオリジナルセリフを作成。果たしてどんな結婚ボイスが生まれたのでしょうか。せっかくなので番組独自の演出も追加してお届けします。4649回出撃しました。昨日誓いの指輪をもらったのです。指揮官が隣にいてくれる、それだけでどんなこともできる気がするのです。これからも綾波をそばに置いてくれますか。さあウェディングがやってくる。ぜひ。ということでオリジナル結婚ボイス、ありがとうございます。よかった、いかがでしたかって聞く前にありがとうございますが来た。めちゃくちゃ燃えました。あ、よかった、ほっとしました。すごいなんか息潜めてませんでした。こうやって聞いてました。声もチラチラ見えるから面白くて声が出ちゃダメなのと。もういいセリフですね、本当に。いやー、よかった、一緒に考えた甲斐がありましたね。めっちゃ可愛かったです。せっかくなのでアズールレーンの AR カメラという機能があって、それを使って、はい、ぜひ記念撮影、うんうん、もう結婚した綾波ちゃんの衣装で。あ、やった。端末を通してキャラクターと一緒に写真を撮影することができる AR カメラ。
ということで、結婚衣装の綾波と記念撮影。今日はいろいろもうわがまま分かりって、とんでもないです。めちゃしかったです。お二人でただただ楽しんでたけど終わっちゃいましたね。寝てるだけだったね。はい、今回は太一さんに来ていただいて、アズレの楽しみ方をご紹介させていただきました。はい、皆さんこれからもアズレをよろしくお願いします。バイバイ。アズールレン情報は公式ホームページ、ツイッターを要チェック。